皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の布目です。今日はこちらですね、先日紹介した超増量のレビューをねしていきたいと思います。よっ、じゃあ早速ちょっと開けて飲んでいこうと思います。うん、とってもいい色です。はい、香ばしいチョコみたいな。あ、すごい綺麗なチョコレートの色をしてますね。それでは早速入れていきましょうか。こちらのね、ジャンボシェーカーの方にですね、だいたいね300から400ミリぐらい水を張っていただいて、でこちらのパウダーを、新しいクロススプーンですね、こちらの方ですり切って6杯分ぐらい入れていきます。でかなりねパウダーの量を入れますので、シェーカーはねちっちゃいシェーカーじゃなくて、必ずこちらの大きいジャンボシェーカーを使っていただければと思います。それでは入れていきます。よいしょ。だいぶいっぱいですね。ちょっとパンパン目になりますけれども、シェルしていきます。ローリング、混ざり、づらいかもしれないので、だいたい30秒から45秒ぐらい、十分にシェイクしていただければと思います。いいんじゃないですか、その日は。いいっすか。はい、だいぶね、泡も少しあるので。でも、そんなに言うほど泡はないっすよ。そうですね、そうですね、こんなもんですね、泡ね、ちょっとだいぶ量はいっぱいになりますが、はい、それでは飲みましょうか。はい、いただきます。匂いめっちゃチョコです。うまい。油ごいでいいかな。ちょっと激うますね、これ。ちょっともう一回飲んでいいですか。すっごい濃厚です。めちゃめちゃ美味しいですね、これ。なんか香ばしい、ちょっとビターっぽいチョコレートの味ですよね。うん、いや、ほんまにチョコってところじゃない、チョコ風味っすよ、これ。もう名前がほんとぴったりですよね。だいぶ濃厚です。まあ、もはやもうプロテインじゃないですね、これは。でも、マジで、これ、あれっすよ、ほんまに某コーヒーショップの、めっちゃクリームとか乗ってるやつあるじゃないですか、チョコフラペチーノ。ああ、もう、あれがちょっと言い方悪いですけど、溶けてしまって、混ざったような飲み物になってると思います、本当にすっごい、めっちゃ美味しいじゃないですか、これ。ただ、やっぱりね、エネルギーはすごく取れるので、増量したくない人たちは、たくさん取りすぎちゃいけないって言ってすごい言ってて、でもすごい美味しいから、飲みたいけど、でも増量したくないって言って、みんな葛藤してました。でも、ほんまにこれ、あれですね、飲みすぎ注意ですね。本当に、そう。だから増量したい人だから、逆に言うと、もう本当に美味しく、そう、美味しく、本当美味しく飲めて、さらにそれが増量につながるっていうので、もうめちゃくちゃいいです、これ。今水で溶いて飲みましたけど、これ牛乳水でこのレベルなんですよ。牛乳で飲んだらどうなんだよっていうのを今思いました。ほんまに、本当ですね。さらにカロリーも取れて、牛乳分のねカロリーもプラスアルファで取れるし、カルシウムもね取れますからね。だいたい400の、400ml ぐらい牛乳入れたら、カルシウムも 400mg ぐらい取れるんで、大人だったらだいたい1日 の取らなきゃいけないカルシウム量の、ほとんどが取れますのでね、すごいいいですね。さすが令和の怪物ですね、これ。マジで美味しいっすわ。で、もう一度ねスペックのおさらいなんですけれども、まあ、1食で1015キロカロリー、取れて、で、タンパク質が、1食で40グラム、プロテインの約倍ですね、2食分取れて、で、さらに脂質が、49.6グラム、この、脂質の約8割は、中鎖脂肪酸という脂肪になりにくい、エネルギーとして使われやすい脂質になっています。そして炭水化物が、101.3 グラム、約大盛りの270グラムぐらいの、ご飯ですね、1杯分の、量を取ることができます。1015キロカロリー、
すごいですね、ほんまに、うん、この1015キロカロリーは前回の動画でも言ったんですけど、焼き魚定食、そう、焼き魚定食2食分2皿ですね、はい、すごい回ですね、はい、まあ、それを今作ったこれをこれいっぱいで取ることができます。そうですね、もしね、この量がね1回で取るのが厳しいっていう方は、うん、例えば1回の摂取量が300から400の水なんで、これを半分にして例えば200にして3杯にして、それをね1日のうちどこかのタイミングで2回に分けて飲むっていうのもいいんですよね、うん、はい、いいと思います。それをするだけでしっかり3食の食事にプラスして、うん、こちらの1015キロカロリーが摂取できる形になりますんで、はい、うん、やっぱね、まあ、1日かけてその分取っていただければ、プラスしていただければいいと思うので、何もあの1回でまとめて取らなくていいと思うんですよ。で、ただまあご注意いただきたいのが、その朝とか作って、最初にその1食分を作って、それをあの分けて飲むっていうのではなくって、やっぱり1回作っていただいたらその分は飲み切っていただきたいので、最初からその1回で飲む量の分だけを作って、飲んでいただきたいと思います。はい、飲むタイミングなんですけれども、はい、まあ、間食で、飲んでいただければと思います、はい、なので食事と食事の間で、で運動後はですね、あの素早く炭水化物とタンパク質をですね、リカバリーのために、まあ、早く取ってもらいたいので、ちょっとこちら脂質が入っているので、脂質が入っていると、その吸収少しゆっくりにしてしまいますので、運動後は普通のプロテインにしていただいて、その他のタイミングであの間食だったり食事終わった後、まあ、デザート感覚で一杯飲んでいただくというのも、いいかと思います。でこちらはですね、まあ、あの1食分で、まあ、約1000キロカロリー取れるんですけれども、まあ、1日、まあ、1食から2食ですね、あの目的に応じて、取っていただければと思います。まあ、そんなに無理して飲む必要はないと思うんですけど、まあ、量だけちょっと気をつけて、飲みすぎはやっぱりちょっと体に毒になっちゃうかと思いますので、まずはしっかり3食食べることを意識して、どこかの間食のタイミングで自分に合った量をこう間食で補っていただければ、すごくバルクアップの手助けになる商品かと思いますんでね、自分の合うタイミングで摂取していただければと思います、うん、はい、でやっぱりね、あの今染田さんが言ったみたいに基本は3食の食事なので、あのこれ確かにエネルギーは取れるんですけれども、あのビタミンとか、ね、ミネラルとかっていうのはあのそこまで入ってるものではないので、3食の食事でバランスのいい食事を取っていただいた上で、エネルギーをプラスアルファ取りたいというところであの使っていただけると、あの効率よく、まあ、体の成長につながっていくかと思いますので、そのように使っていただければと思います、はい、それではね、今日のこちらのねレビュー動画が良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。